生体埋葬それから10分ほど後川手氏はもうわめくことをやめてまた節穴を食い入るように覗き込んでいたその間に板壁の向こう側で何事が行われたかはここに採除することを差し控えなければならぬ川手彰兵衛なる人物はそれほど残虐であり 夫婦のものの最後はそれほど物恐ろしかったのである今節穴の向こうにはもはや動く者とては何もなかった二人の男女は後ろ手に縛られたままぐったりとうつ伏せに倒れていた青畳の上には池のように真っ赤なものが流れていた 苦悶と絶叫の後に、ただ死の静寂があった丸ホヤの大ランプが風もないのにさまようこんを暗示するかのごとく「じじじじ」と音を立てて異様に明滅していたしばらくすると一方の襖が慌ただしく開けられて二十五六歳ほどの召使いらしい女が 胸に英治を抱きしめ45歳の男の子の手を引いて息席きって駆け込んできた俗に縛られていた縄をやっとほどいて主人夫婦の安否を確かめに来たものに違いない赤ん坊を抱いているのを見ると奪われでもあろうか手を引かれている男の子は「ああこれはなんとしたことだ川手氏をこの地下室へ導いたあの不思議な用事であった」。 らしい女は一目座敷の様子を見るとあまりの恐ろしさにさっと顔色を変えて立ちすくんだがやがて気を取り直すと倒れている2人のそばに駆け寄って涙声を振り絞った「旦那様奥様しっかりなすってくださいまし旦那様旦那様」旦那様。 こわごわ肩に手をかけて揺り動かすと主人の山本はまだ事切れていなかったと見えて機械仕掛けの人形のような異様な動き方でゆっくりと顔を上げたおお<う>その顔目は血走り頬はこけ髪のような不気味な白さの中に半ば開いた唇と舌,と舌とが紫色に変わっている。 しかもその額から頬にかけてべっとりと赤いものがおおば、ばバか死人のような唇からやっとかすれた声が漏れたええ私でございます旦那様しっかりなすってくださいましお水を持ってまいりましょうかお水を ウバは狂気のように瀕死者の耳元に口を当てて叫ぶのだぼぼうやぼうやをここへちわ知った目が座敷の隅に怯えている男の子に注がれる「っちゃまでございますかさあっちゃまお父様がお呼びでございますよ。早く早くここへ」。 ウバは幼児の手を取るようにしてひいしの父の膝の前に座らせ自分はかいがいしく主人の後ろに回って縄をほどくのであったやっと自由になった山本の右手がおぼつかなく幼児の肩にかかって我が子を膝の上に抱き寄せた坊やか敵を撃ってくれ <laughs> お父さんを殺したのはか、うん、わってショベーだかかわってかわってだぞおや仇を取ってくれあいつの一家を。 寝絶やしにするのだ。<laughs> わ、わかったか。わかったか。わ <laughs>、わ、ま、や、頼んだぞ。そして、ギリギリと歯髪をしてすすり泣いたかと思うと、 幼児の肩をつかんだ指がもがくようにけいれんしてがっくりとそのままうっぷして山本はついに息が絶えてしまった「わーっと泣き伏す乳母火のつくような赤ん坊の泣き声今まであまりの驚きに泣く力さえなくおびえきっていた男の子もにわかに声を立てて泣き言った目も当てられぬ惨状だ」。 河手氏はまたしても節穴から顔を離してもらい泣きの涙を拭わなければならなかったしばらくすると乳母はやっと気を取り直して男の子を我が前に引き寄せ決然とした様子で言い聞かせた「坊ちゃま今お父様のおっしゃったことよくお分かりになりまして」。 坊ちゃまはまだ小さいからお分かりにならないかもしれませんがお父様やお母様をこんなむごたらしい目に遭わせたやつは元お店に使われていた川手庄兵衛でございますよ。よございますか坊ちゃまはお父様の遺言を守って敵討ちをなさらなければなりません。あいつの一家を根絶やしにしてやるのです。 あいつにはぼっちゃまはその子供も決っして見逃してはなりませんよ。そいつをお父様と同じような目に合わせてやるのです。いいえ、もっともっとひどい目に合わせてやるのです。そうしなければお父様お母様の魂は決して浮かばれないのです。お分かりになりましたか ウバの恨みに燃えるまなざしがまだ物心もつかぬ幼児の顔を食い入るようににらみつけたすると男の子はそのせつな亡き父親の魂が乗り移りでもしたように幼い目を怒らせ拳を握ってまわるの下で甲高く答えるのであった「坊やそいつ切っちゃうお父ちゃまん」。 みたいに、切っちゃうそれを聞くと節穴の河手氏は立然として三度顔を背けた「ああなんという怨恨」「なんという執念であろう」「無残の最期を遂げた父母の魂は今この幼児の心の中に移り住んだのである」 出なくて幼い子供があのような恐ろしい目をするはずがないあのような気違いめいた表情をするはずがないあ,あ恐ろしいことだ再び節穴に目を当てるといつの間にか大ランプが消えたらしくそこは墨を流したような闇に変わっていた人声も途絶え 物の動く気配とても感じられなかっただがあれは何だろう闇の中に直径一畳ほどの丸いものが巨大な月のようにぼんやりとしらんじていたそしてみるみるそれがはっきりと輝いていく節穴から目を離していたわずかの間に 正面に白い膜ののようなもがが垂れ下がったらしく感じられた。その膜の表面に一畳の月輪が輝いているのだ初めはその月の中のウサギのように見えていた薄黒いものが光の度を増すにつれてもつれ合う無数の蛇に変わっていったおう。 そこにはあのの無数の蛇がうごめいていてるのだ。蛇ではない千倍万倍に拡大されたあの指紋がお化けのようなあの三重過剰紋が「おい川手正太郎貴様の父親の旧悪を思い知ったか。 そして、俺の復讐の意味が分かったかどこからともなく不気味な声がまるで内緒話のようなささやき声が聞こえてきた「俺は今貴様の見た山本の息子初めというものだ」。 貴様の一家を根絶やしにすることを一生の事業として生きている山本めというものだ声はどこから響いてくるのか見当がつかなかった前からのようでもあり後ろからのようでもあり しかしその低い囁き声が地下室全体にとどろき渡ってまるで雷鳴のように感じられるのだ川手氏は全身から油汗を流しながら金縛りにでもあったように身動きさえできない感じであった「貴様の父川手小兵衛は乳母の訴えによって間もなく逮捕され」 牢獄につながれる身となった無論死刑だしかし俺の両親の恨みはそんな手ぬるいことで晴れるものではない目には目を歯には歯をだところが 上兵衛はその死刑さえ待たないで牢獄の中で安らかに病死をしてしまった。はあ,あ父母の恨み俺の恨みは一体どこへ持っていけばよいのだ。 俺はその当時まだ幼かったので乳母の訴えることを止めて自分からこの手で復讐するという分別も力もなかった。後で病死と聞いた時には俺は泣いて女将を恨んだがもう 後の祭りだそこで俺は父親の代わりに貴様を相手にすることに決めた子は父のために罪を負わなければならないのだ これが復讐の神の掟だ。俺はその準備のために、四十年の年月を費やした。はやる心を抑え抑えて、木の熟するのを待った。目には目を。 歯には歯をだ。ただ貴様を殺すのはたやすい。しかし、それだけでは父母の魂が浮かばれぬ。貴様にも、父母と同じ苦しみ、悲しみを与えなくてはならぬのだ。 そこで俺は我慢に我慢を重ねて貴様の立身出世するのを待った子供を産みその子が立派に育つのを待ったそして貴様の出世が絶頂に達した今 俺の毒屋はついに鶴を離れたのだ。第一子は妹娘を倒した。第二子は姉娘を倒した。そして、第三子は、今。 この瞬間、貴様の心臓を射ぬこうとしているのだ川手氏は父の老子を知っていた知って必死隠しに隠していたしかし何の罪によって受領したかは誰も教えてくれなかった無論これほどの大罪とは知る由もなかったのだ 彼は貧苦と観難の幼児を女親の手一つに育てられ努力奮闘ついに立志伝中の人となって現在の地盤を築いたのだが母は今はの際まで我が子に父の恐ろしい秘密を語らなかったなんとやら腑に落ちのことが多くてしばしば不信を抱くこともあったがしかし父がそれほどの極悪非道を行っていようとは夢にも知らなかった。 変わって、何をぼんやり考えているのだ恐ろしさに気が遠くなったのかそれとも何か腑に落ちぬことでもあるというのかささやき声がもどかしげに聞こえてきた腑に落ちぬ、ね。 カテ氏は猛然として大勇猛心をふるい起こしいきなり怒鳴り返した「俺は父の罪を知らぬのだ今聞くのが初めてだ証拠を見せろ俺は信じることができない」「<laughs> 証拠かそれはこの俺が」 山本一が40年を費やして貴様に復讐を企てたことが何よりの証拠ではないかちっとやそっとの恨みで人間がこれほどの深苦に耐えられると思うのか今のは お芝居をして見せたのだだなそうだ貴様に十分思い知らせるために多額の費用を使って地底演劇をやってみせたのだあの無残極まる貴様の父親の所業を目の当たり見せたらいくらぼんやり者の貴様にでも。 俺のやり場のない無念さを悟らせることができるだろうと考えたからだ。口で話したくらいであの残虐がわかるものではない。俺は子供心にもあの父の断末魔の苦しみと。 血の海にもがきまわった両親の苦悶の様が目の底に焼きついて十数年後の今も昨日のことのようにまざまざと思い出されるのだ。貴様の父親が老死したくらいのことでこの恨みがこの悲しみが。 消えてしまうと思うのか俺の父は川手の一家をことごとく滅ぼさなくては浮かばれないと遺言した俺はその遺言を果たしたいばかりに今日の日まで生きながらえてきたのだ俺の生涯は 父と母との復讐のために捧げられたのだ。かわて、俺の父と母と俺自身との怨恨がどれほどのものであったかを今こそ思い知るがいい。俺は貴様一家を皆殺しにするまでは。 死んでも死にきれないのだ。だがもし俺が貴様の復讐に応じないと言ったらどうするのだ逃げるのか。逃げるのではない立ち去るのだ。俺にはここを立ち去る自由がある。ははははははおい変わって。 「それじゃあ一つ君の後ろを振り返ってみたまえ」「川手氏はそれまで節穴の大きな巨大な指紋をにらみつけてものを言っていたがこの時初めてどうやら敵は後ろにいるらしいことに気づいた」「そしてハッと振り向くと淡いろうそくの光に照らされてそこに」 一見とは隔たの目の前にいつの間に忍び込んだのか二人の男が立ちはだかっているのを発見してぎょっと息をのんだおおあいつらだ犯罪の行われるごとに姿を現したあの二人だ一人は一方の目に大きな眼帯を当てた武将ひげの大男一人は黒眼鏡をかけた痩せっぽちの小男だ その二人が小型ピストルを構えてじっと河手氏に狙いを定めているのだ。ははははは。これでも逃げられるというのか。身動きでもしてみろ。貴様の心臓に穴が開くぞ。大男の方が今度ははっきりした声でさも愉快らしく怒鳴った。 河手氏はあくまで用意周到な相手にもはや観念の目を閉じるほかはなかったで君たちは俺をどうしようっていうのだすると大男は左手を上げて静かに地下室の隅を指さしたおお。 そこにはあの薄気味悪いかんけがぬしまちに置かれてあるのだ君はこの中へ入るのさちゃんと君の名が書いてあるじゃないかかわて君はこれまでに生きながらの埋葬ということを想像してみたことがあるかね ハッハないと見えるねそれじゃあひつ味わってみるがいい君はこの缶の中に入って生きながら土の底を深く埋められるのだ」。いい話って二人の男はお互いに顔を見合わせさもおかしくてたまらぬというように腹を抱えてゲラゲラと笑い出すのであった。 河手氏は立っている力もないほどの激しい恐怖に襲われた体中の血液がスーッと引き潮のように消えていって異様な寒さに歯の根がガチガチなり始めた誰誰か、誰か、来てくれー土毛色の顔紫色の唇からチガイのような絶叫がほとばしった。 ハッハダメだダメだ君がいくら大きな声を出したってここは山の中の一軒家だぜ鳥りやけだものがびっくりして逃げ出すくらいのものだああ君はジいや夫婦がその声を聞きつけて。 助けに来てくれると思っているんだね。<laughs> <laughs> ところがねかわてそれはとんだあてちがいというものだぜ。もうこうなったら何もかも言ってしまうがあのばあやというのは他でもない。 今君が見た山本家のうばだった女なのさつまり俺の味方なのだじいやの方も夫婦であってみればまさか女房を裏切って俺の邪魔立だてをするはずもなかろうじゃないか。 ハハハハッきは不思議そうな顔をしているねあの爺や夫婦が俺の手下だとするとそんなところへ宗方先生が君を連れてきたのは変だとでも言うのかねハハハハハハも変なことはないさ。 宗方大先生はこの俺のためにまんまといっぱい食わされたというわけだよ。俺がちゃんとお膳立てしておいたところへ先生の方で飛び込んできたのさ。あの三角ひげの先生見かけ倒しのボンクラ探偵だぜ。そんな探偵さんの言うままになったら。 た君の不運と諦めるがいい眼帯の大男山本はじめは得意らしく種明かしをしてさも面白そうに笑うのだが河手氏はその言葉さえほとんど耳に入らなかったただあの真っ暗な死が目の前にチラチラして恐怖のあまり魂も身に沿わず 無駄とは分かっていても何かしらわけのわからぬことを絶叫しないではいられなかった <laughs> おいかわて貴様も実業界では一角の人物じゃないかみっともないそのざまはなんだおい黙らんか黙れというのだ まだ泣いているな、北条際の悪い奴だ。よし、それじゃあ俺が黙らしてやろう。言いながら大男はいつの間にか川手氏のお城に回って、一方の手でぎゅっと喉を締め付け、一方の手で口をふたしてしまった。 川手氏は何の抵抗力もなくまるで人形のようにされるがままになっているそれと見ると黒眼鏡の子男はどこからか長い細引きを取り出して素早く川手氏の足元に走り寄りいきなり足の先からぐるぐると巻きつけ始めた足から腰腰から両手とみるみるうちに川手氏は無残な荷物のように身動きもできず縛り上げられてしまった。 よしお前足の方を持つんだそして缶の中へ収めてしまおう大男の指図に高男は無言で川手氏の膝の辺りに両手を回し力任せに抱き上げたそうして宙を運ばれながら生きた心地もない少女の中で川手氏は不思議にはっきりとある異様な事柄を築いていた。 というのは、黒眼鏡の小男がどうも本当の男性ではないということであった膝に巻きついたねっとりとしなやかな腕の感触時々触れ合う胸の辺りの肌触りそれに小刻みな柔らかい息遣いなどが女としか思われないことであっただがそれは慌ただしい心の隙間に一瞬ちらっとひらめいたばかりで。 やがて例の不気味な寝勘の中にどさっと放り込まれてしまうともうそんなことを考え続けている余裕などあるはずもなかった「かわて俺はとうとう目的を達したんだ俺がどんなにうれしがっているか君に想像がつくかね」「四十年の恨みを」 俺の父と母とのあの血みどろの猛襲を今こそ晴らすことができたのだ。お父さんお母さんこれを見てください。あなたがたの仇は今生きながら棺桶の中へ閉じ込められようとしているのです。 あなた方のあの残酷なご最後に比べては、これでもまだ足らないかもしれません。しかし、僕は知恵と力の限りを尽くしたのです。ひといに殺すなんて、まるで相手を許してやるのも同然です。と言って、耳をそぎ、 鼻を削ぐ一寸試し五分試しもその苦しみの時間は知れたものですそれよりも何が恐ろしいと言って生きながらの埋葬ほど恐ろしいものはないと思いますむろんそれほどの苦しみを与えてもお父さんお母さん あの時のあなた方のお苦しみにはやっと匹敵するかしないかです。でも僕の知恵ではその上の思案も浮かびません。どうかこれで思いをお晴らしください。ところでって。 この生きながらの埋葬というものの恐ろしさが君には想像ができるかね真っ暗な土の中へ入ってしまうのだそこで一日も二日も三日も空気の不足と上と乾きとに責められて生きていかなければならないのだ いくらもがいたところでかんおけのふたはあきやしない。きみのゆびのなまつめがはがれてちまみれになるばかりだ。はははははきみはそのちをさえガキのようにむさぼりすすることだろうって。もがきにもがいてやっといきがたえると。 待ちかねていた蛆虫が君の体中を這い回って肉や臓腑をムチムチと食らい始めるのだ河手氏は棺桶の中に身動きもできず横たわったままこの無残な宣告を聞いていた「いや一期一期を聞き取るほどの余裕はなかったけれど」。 聞かなくても生き埋めの恐ろしさは彼自身の想像力によって魂も消えるばかりひしひしと思い当たっていた口が自由になってももう叫び声さえ出なかったただ自分では何か大声に叫んでいるつもりで血のけのうせた唇を恋のようにパクパク動かしているばかりであったではもう蓋を閉めるぜ。 観念するがいいだがその前に一言言って聞かせておくことがあるそれはねこんな目に遭うのは君が最後ではないということだよフわ <laughs> からんかね 君は知るまいが君には一人の妹があるんだ君の父親があの泥棒をした金で数ヶ月の間贅沢な暮らしをしていた頃ある女の腹にできた子供があるんだ俺は川手の血筋は一人残らずこの世から絶やしてしまうという誓いを立てただから どっかに小兵衛の血筋が残ってやしないかとどれほど苦心をして探し回ったかしれないそして君さえ知らぬその妹を見つけ出したのだそいつも今に君の後を追って地獄へ行くことだろう地獄でめでたく兄弟の対面をするがいい いや地獄といや君の二人の娘もそこで君を待っているはずだったね。はははははは久しぶりで親子の対面もできるというものだぜ。それからねついでにもう一つ言い聞かせておくが。 ここにいる黒メガネの男は実は男じゃない女だよえ誰だと思うね君が最前覗き穴から見た女だぜといってもあの頃はまだうばに抱かれた赤ん坊だったがあの赤ん坊がこんなに大きくなったのさ そして兄の手助けをして一生を復讐のために捧げてきたのさ。君の二人の娘も決して俺一人の手では料理しなかった。この妹にも存分恨みを晴らさせたのだ。おいお前も今輪の際に。 こいつに顔を見せてやれ。あの時の赤ん坊が二親の断末魔の血を吸ってどんな女に成長したかよく顔を拝ませてやれ山本はじめの指図に従って断層の女は川手氏の上に顔を近寄せ大きな黒眼鏡を取って見せた川手氏はろうそくの光の陰に。 眼界いっぱいに広がった中年の女の顔を見た気違いのように上ずった二つの恐ろしい目を見た女はじっと川手氏の顔をにらみつけてキリキリと歯がみをしたそしていきなり川手氏の顔に唾を吐きかけた「<laughs> 泣いているわ顔の色ったらありゃしない」 兄さん、私これで胸がせいせいしたわさあ早く蓋をして釘を打ちつけましょうよ妹は兄に輪をかけた強人であったこの無残な言葉をまるで日常茶飯事のように子どもの無邪気さで言い放った亡き山本夫妻の怨霊のさせる技か この復讐期兄弟はそろいもそろって精神的不具者としか考えられなかったその所業の残忍その計画の奇境到底常人の想像しうるところではなかったやがて危機漂う地底の穴蔵に人うちごとに人の心を凍らせるような金槌の音が響き渡った。 その金槌の音につれて赤茶けたろうそくの火が明滅しにやにやと不気味に笑う男女二匹の鬼の顔が闇の中に消えたり浮き上がったりした釘を打ち終わると二人は棺桶をつって穴蔵の外に出た真っ暗な廊下を幾曲がりして雨戸を開きそのまま庭の木立の中へ入っていく。 胎児の茂みに囲まれた闇の空き地昨日川手氏が自分自身の墓石を見たあの同じ場所にいつの間に誰が掘ったのか深い墓穴が地獄への口を開いていた2人は小さなろうそくの光を頼りに缶桶をその穴の底に落とし入れるとその辺りに投げ捨ててあった桑とシャベルを取って缶の上に土をかけた。 そして穴を埋め終わるとその柔らかい土の上で足をそろえて地ならしを始めた足拍子も面白くやがて男女二色の物狂わしい笑い声さえ加わって地上に立てたほの暗いろうそくの光の中に2つの影帽子はまるで楽しい舞踏ででもあるようにいつまでもいつまでも地ならしの踊りを踊り続けるのであった。